将軍さんこんばんざい、リリーベお疲れ様でした、ありがとう。ヤギちゃんリリーベお疲れ様、ありがとう。チュンさんこんばんざ、こんばんざ。メイさんのリポを見てニコニコになっている。ウレピウレピッピマルだ、それは。リンタイヤホーこんばんざい。そうだから久々じゃないこの時間。そうキラキラです、目の下が。僕の赤リップはこちら、超赤です。イーさんこんばんざい、こんばんざい。ほらめちゃめちゃな赤。やばい、鼻につけちゃった。真っ赤なお花のお腹いさんはちちちち、いつもみんなの笑いもの、でもその年のクリスマスの日、サンタのおじさんは言いました。はあ、鼻のハイライトも取れちゃった。ラバタンこんばんざい、こんばんざい。そう今日は足軽ジャパンになったんですけど、明日のライブはなんと昇格しまして昇格目指して頑張って、本日昇明日昇格することになりましためちゃめちゃ早い足軽ジャパンの期間だった。やっぱいいですね、足軽ジャパンの衣装は。メイリマの白衣装はエモすぎね、二人とももともとが白だからドエモすぎてなんか笑っちゃいました。でもめちゃめちゃなんか踊ってってすごい緊張しました。昇格おめでとう、ありがとう。昇格おめありがとう昇格しました。今日リリースイベントで目の下がめちゃめちゃキラキラ。足軽ジャパンの衣装の役書き写メが欲しかったよ、ギリギリ間に合わず。もし可能だったらね、別日に回しますよ、 GDR さんが良ければかぼちゃんやっほー、イエイエイ。そう足軽ジャパンの衣装みんな良いって言ってくれて嬉しかったです久美さんに低いポニーテールをしました。低いのか分かんないけど低めですね。で巻きポニーテです。白めいちゃん可愛かった、嬉しい。いいの全然聞いてみるね、ちょっと待ってて。めいは全然いいからそれは構わぬ。初写メの時赤衣装だったよね、夏。あ、そっか、赤も着たことがあるけどなんか全然似合わなくて、色味が。はじめまして、初見です。カエラちゃんやっほー、メイさんこんばんざい、今日もお綺麗で。おき本当ありがとう。アシュ遊びに来たよ、三橋さんありがとう。いちまるさんこんばんは、こんばんは。はじめましてじゃないけど、はじめまして、エスアラメイです。今日はまだ日付越してないから初めましてじゃないよ、昨日の夜中にやったからね。明日はなんと年内ラストの対バンライブということで、あとオンライン楽市ラクダも明日やりますね。なんか服は自分が着たい服というか何でもいいということだったので、大事なもの服を着てほしいっていう話だったので、それを着ようかなと思ってます。お久しぶりです、リップくれたの嬉しかったです。本当？こちらこそリップありがとう。元気だった、カズヤさん元気だった、目の下キラキラはどうですか、みんなから見て良き？でもこれやるとね、まつげがくっつくの。ってやるとぷちょぷちょってしちゃう、ぷちょって
よいしょ、よいお年をだった、よいしょじゃなかったありがとうってつさ今送られてきたギフトがよいしょかと思ったら全然よいしょじゃなかったすまんすまん。タラトラさんこんばんは、こんばんは、今日はチェキありがとう。できなくなったので1月から再開します。お待っている。あもちゃん初めてじゃないけど、なんでみんな初めましてってなの今日は。今日ねさあら初めてっぽい。サブサブよ。パーカー届いた。おいいね、おそろっちじゃん。今日の夜勤で仕事納めだで。うわお疲れ様です、頑張れかよパン、頑張るんだ、応援してる。よいしょは草、よいしょかと思って今びっくりしちゃった。ヘイチアホーこんばんざい、みーちゃんみーちゃん。1月からは3人になります。わっうれぴありがとう。そしてみんなさサスケ見た？なんか私はトレンドに帰り道サスケが入ってたから見ようと思って、見ようと思ってそのなんかエゴサで流れたサスケを見てたんですよ。あ映像じゃなくてなんか写真とかなんかファーストステージ念願のクリアみたいなとか見るとなんか泣けてきてなんか涙が出そうになりました。危なかった。ああいうなんか青春っていうかああいうのすごい弱くて実は泣いちゃいそうになっちゃう。基本白衣装だった、そう私白でした。1月4日のトークポート、おお待ってる待ってる。定型文消すために初めましてとか、あなるほどね、みんなじゃあいっぱい消してください。元気やとは思うけど休みに入ってからお昼寝とかいつも以上に寝てしまって困る。いいね、目もいっぱい寝たい、いっぱい寝る生活したい。ダルビッシュさんみたいな40代になりたい。えすごい筋肉こんなんだった腕。さあなんか筋肉好きなのですごい、あの番組はすごい見てて楽しいですね。ちょっと笑った、ヤッホーヤッホーキャメタヤッホー。嬉しかった嬉しかった。白の時はまだ個人カラーあったし個人のパニエ、そうあったあった個人パニエ、えめぐりでした。万歳ファイター、そう最初タバコ吸ってる柄が悪いですね柄悪子ちゃんです。お気に、そう最初のとこと、あと2番のてて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 てずんずんずんたたたちゃ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 ららたたちゃららたた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 ちゃ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 。今日は足軽ジャパン知らんかったからスルーしかけてかぼちゃに救われて間に合った、よかった。パンダだもんね、そうパンダさんです。おつ白の2人が白着ててエモかったね、なんかめちゃめちゃドエモいなって思いながら今日はやってましたライブ。なんかすごい短くってスカートがちょっとびっくりした。すべて把握しました、履修します、はい頑張ってください。最近サボりがちですよキャメタさん。 HK さんこんばんは、こんばんは、この間ツイッターリプレイありがとう。こちらこそ、足軽ジャパン衣装マコ感もしつかないほんかにあって可愛かった、いやめっちゃマコに寄せましたもん私、めっちゃ多分似てると思う、寄せたすごい。メイク垂れ目だったら正解だったらしい。メザラは鼻毛のラインというか平行ラインを描きがちやからちょっとそこに関しては申し訳ない、ライブ前からやっちゃったから。ダンス、そうパフォーマンス部分すごい好きです。
ってみんなが後ろ向いてる中からこうやって前向いてチッチッチッってやるのが好きです。感想の一連の流れをしっかりと体で覚えますね。一緒に踊りましょう。めっちゃ短かったよね。でもなんか昔着てた時よりも痩せたから、さっき映像見てて思ったのはちょっとシュッてしましたね。昔に比べてですけど。アイライン上手？本当？今日のふみちゃんのアイラインもくーちゃん寄りで描きました。このシングルから巻き返します。スタンディングライブも増えてきたのでね、キャメタはサボりがちなので本当にちゃんとしましょう。ちゃんと覚えてきてね。一緒に踊ろう。でもみんなもこれやってたら面白くない？あそこ笑っちゃダメだよ。真顔、前を見せてやって真顔。そして縁起がいい町の初披露までもうあとわずか。やばい、縁起がいい町やばいよ。多分びっくりすると思う。昔との比較画像出せと。ダメダメダメ、昔ホットブツだから。手合わせはまだないね。ジャンピン年末、この間のクリスマスあたりは全然出てないから。逆にめっちゃ笑顔でよく。ダメです、表情も統一されてるので。よし、ちゃんと真剣にやりましょう。そしてミュージックビデオもね、皆さんいっぱい見てもらいたいですし、あとまだ告知してないというか、できてないだけで、情報解禁してないだけで、いろんな仕事がちょこっとずつ決まってきてるので、皆さん楽しみにしていてください。リキッドでさっさと手合わせできてたみたい。おお、そもそもがそんなにジャンピンに最近出てないかも。今日久々だった。前にあのフミイチで出たけど、その時はなんかもう手合わせどうこうじゃなくて歌うことに集中してたから記憶ないですね。手合わせの縁起のお披露目をしている頃は仕事をして、いや縁起のいい町、縁起がいい町めちゃめちゃいいですよ。私は好き。みんなが好きかどうかは分からんけど、目はすっごく好きな曲です。みんなどういう曲ですか？縁起がいい町はどの辺で陣取れば良さそうで、内緒、初披露だからね、まだ内緒なんですけど、でもまあ頑張ります。緊張しますね。どこに行っても見えると思いますけど、私の中では多分多分うん。でも結構縁起がいい街もだし、バンザイファイターもだけど、結構動いてる、いろいろと。エールデリバリーはまだなんか見えてはないんですけど、そこまでは4回見たな。そのうち3回刺させんってすごいね、引きが良い。手合わせの距離がね、ここになりたいよね。ほんと早く早くそういう世界線来てほしい。けへへ、さっちゃんセーター、セーター、ササセーターはなんかかわいい。ネガ状書かなきゃ。アイメイクが濃いです、今日は本当に。でもいつもはこれに下ラインを足してる。本当普段のメイクはこれに下ラインを足して、でもここから下ラインを足すと色彩張りに動くやつ、色彩は本当に動いてる、全部やってるもん。最下位最下もセロ全部経験してる、1列目も3列目も。だからマジで色彩カラーはマジで最初頭おかしくなるかと思った。最近アイライナー買いました。最善だからめっちゃ近かった。わかる、あそこ最善近いよね。まあ、会場によるんですけど、
今はマコ仕様で、マコは本当は垂れ目らしいので失敗ですね。こっち側が今下を引いた後ですね。普段ね、シャーラのメイクはこっち側です。こっち側引いてない。10代に見える。メイちゃんが俺は縁起がいい街と言ったので期待してます。いや、ウサさんは縁起がいい街好きそう。もうなんかパッと聞いた感じが。でもマジで初披露は1回しかないから見に来た方がいいと思います。こっち濃くなっちゃった。下ラインを変えた方が目が大きくなるんです。新年も神手のお宅で行きましょう。うわ、神手のお宅や。こんばんみっちゃん。あ、たかちゃんこんばんは。10代に見える、本当に？いや、10代に戻りたいわ。私も25だなんて誰も信じた、信じたくはないわね。これが普段のアイメイク。神手のお宅になろう。キースタの時に列目やったけど、メイタのレスくれてドキドキしてた。ドキドキしてた僕は好きぞ。うん、本日はふみさんで笑ってしまう。大丈夫です。私もあのジャンピングアップジャパンの時に袖から見えた藤崎ふみに笑ってしまった。お疲れ様純也、お疲れ様。どれ好きそう。チュンさんはバンザイファイターが好きそう。かやまめいちゃん秋嫁、もう秋嫁マジ？てかもう30日やば、怖いんだけど。バンザイジャパンどうだった？死なないで。これが普段のメイクに近いかも。でも目の下こんなキラキラさせることはあんまないです。パンダ目に見えるじゃん。でも遠く離れると普通なのよ。キリッとします、こっちの方が。あとラメラメですね、顔がめちゃめちゃ。ラメが好き。でも今日の目の下はやりすぎ。普段やらないからこの絵感じは。買ってもいいなって思った。でも可愛い。若い子がこのラメラメをつける理由が分かった気がする。ババアだから最近の子たちがどういうメイクしてるのかとかあんま知らなくて。あの時珍しく眉毛描きました。私超珍しく眉毛描いた。ちゃんとあんま描かないんですけど、隠れるから。明日は渋谷からの回しなので物販でハマらないように気をつけねば。フラグやそれ。マイカちゃんっぽい。マイカちゃんが言うには薄いらしいです。これもっといけたってああいうマイカに言われた。センクラ物販芸率高い。あーっぽいイメージ。でも明日はライブ見た方がいいと思う。年内ラスト台湾ライブって感じのセットリストなので皆さんから見てもすごい楽しんでいただけるのではないかなと思いますし、安原的結構今回はみんなバンザイジャパンのメンバーは結構おってなる場所が全員あるのでは。ハッピーな感じで組ませていただいてますのでぜひ来てください。そう、横浜です。カメラ目線のメイタンが良き。明日は笑わずにライブを。そう、大事。で笑っちゃうかもしんない、なんか思い出してって。いやもうほんと思い出し笑いしやすいタイプなんで、ほんと気をつけないと。明日も忘れ物には気をつけて悩みたいと思いますし、この目の下キラキラ明日買おうかな。
かわいい。目の下キラキラグリッター、おってなりながら、あマイク表担当だったねって思ってきました。そうマイク表です、私。明日のメッセージいただきました。パフ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 、メッセージください。ちょんちょんちょん、ということで本日は1日限定足軽ジャポニズムでした。レッスンに大体気がつきません。そうなの？レッスンあんま気づかん人か。スイカも忘れなくなりました。スイカに私はあれをつけてるから、鍵、家の鍵をつけるようにしたので忘れなくなりました。絶対家鍵閉めなきゃいけないから。家の鍵は忘れたこともなくしたこともないんですけど、からじゃあ家の鍵と一緒にしちゃえばいいやと思って、今家の鍵と一緒になってます。浮世和歌を楽しみにしてますね。浮世和歌好きな人多いよね本当。おつめこんばんざい、ジュンディこんばんざい、セミタンチラチラリズム。でも明日のセットリスト覚えてないんだけど、マイク表のくせに見せないよ。おお、なるほどね、いいんじゃないですか。明日の31日のね足軽ジャパンもいいですね。すごいすごいいいですよ。そう、対バンライブ鍵閉め担当なので皆さんぜひ来てください。さすが、焼き餅こんばんざい、こんばんざい、ランシーこんばんざい、すごいがいっぱい書いてあるんですけど、すごいよ。あ、これは私がジャンピングアップジャパン5人バージョンを作った時のメモです。これは私が作ったのでこういうもうボロボロな感じで書いてますけど、こういう感じでボロボロなメモが、なるほどねーの声が、ほほーいほほーい、ちょっと今日下手くそだ、ほほ、あ今日下手くそだ。メイさんの白衣装は取っておかないとと思ってチェキを取りました。ありがとう、いきまっちん。レアだからね、もう着ることが本当に少ない、持ってるんですけど着ることが少ないですね。あと足軽ジャパンのレッスンのなんかダメ出しとかをこうやって書いたり、そうジャンピングアップジャパン5人バージョンがその足軽ジャパンで必要だったのでエサーラが作ったんですけど、なので動画とか見たらあれはエサーラが作ったフォーメーションです。実はそういうこともしてるよっていう、実はね、この間のマイク表のメモくっちゃくちゃですね。足軽ジャパンの赤衣装は着たことありますよ。昔バンザイジャパンの衣装がそれで、バンザイジャパンの衣装がそれで、なんか衣装を交換するっていう赤組と白組に分かれることがあって、その時私は赤組だったので、この間足軽ジャパンに送った物販メモがこんな感じ、これ書き直しました。この間言ってたじゃないですか、物販メモこんな感じだよって、こういう感じでちょっとあんまりアップにはできないようにしてこういうのを送ってます。面白いよこれは見せてもいいや、チェキを取る時のコツをこうやって書いて共有してる、余白はいらないって書いてる衣装と髪型でいろいろと新鮮でしたね。今日すごい新鮮なライブだった。あとは金魚の歌とこの花も私が5人バージョンを作成してますね。わからんわからん
分からんね、確かに。やっぱこういうのは意外と分からないものなんですよね、実は。そうだから赤衣装だったんですよ。あの時は敵と味方に分かれてたんで、私は赤組だったから赤衣装でした。携帯の本部画面が明写さになった、ありがとう、嬉しい。明日朝早いの、どうしたらいい。みんなすごい目キラキラ、ほら。すごいキラキラじゃない。寝落ちしよう。寝落ちしたらね、明日ライブ出れないですね。寝たらいいと思う。撮るのが、そう、私は撮るの上手だって。せっかくお金をかけてるからね、皆さん。だからチェキは本当に上手くなろうと思ってめちゃめちゃ勉強しました、撮り方。こういうアイメイクをしております。シャドウはこんな感じ。で、こんな感じですね。お目目も前髪ちょっと浮いてる。本当はこれぐらいなんだけど、ちょっと浮いちゃってはいる。3列作るか仕方ないんだけど、トイロの感想は先頭がメルちゃんして、そう、あれはね、うちらも最初やってる時すごい違和感だった。でももう5人バージョンはうちらは使わないからね、基本的には。ステージサイズがめちゃめちゃに狭い時以外は。さっき鼻に赤リップ塗ったからちょっと赤くなっちゃった。そう、キヤキヤ。ラメラメラメコちゃんです。明日は横浜サウザントクラブさんでライブが夜にありますので、ぜひ会いに来てください。皆さん待ってるよ。ということで、配信の方もそろそろ終わりたいと思います。ゆみの折り鶴笹書道についてメインのメイク動画でしますか。でもヤザールのメイク動画多分すぐ終わるよ。全然やってないもん。うわーってやって、うわーってやって終わってるから、まあいつか出せたらいいですね、需要のないメイク動画。ということで、そろそろ終わりでございます。また明日も配信するので、明日も無理来れることは来てください。明日ね、おつめちゃん、おつめちゃん、ありがとうございました。さよならメインでした。バイバーイ。バイバイ。ちょっとね、今おつめちゃん、あ、やばい、あくび出ちゃった。おやすみ、おやすみ。なんかもう最近あくび止まらなくて。お疲れ様、ありがとう。元気なんだけどね。今からマイク表作って寝ます。おやすみなさーい。